こんにちは。こんにちは。今日は府中アスレティック FC、フットサルの F リーグに参加してますけれども、ジュニアエースの監督の、足立監督に来ていただきました。元、以前はエクセイト横浜のコーチも、務めてもらって、うちのチームから府中アスレの方に、移籍したと、そういうコーチですが、スペイン留学という部分のところを、経て、こちらで活躍しているので、ぜひ、留学を考えている、若い人たち、子どもたち、ためになる話が聞けると思いますので、楽しみにしてください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速ですけれども、スペイン留学、どんな形で、学生の時とか、それからあと、社会人になってからお金貯めて、また行ったという話も聞いてますけど、その辺のところをちょっといきさつというか、聞かせてもらったらと思います。最初は初めてスペイン行ったのは大学生の時で、スペイン大学3年生の時ですね。長期留学を8ヶ月ほどスペインにしまして、その時はあくまで語学留学っていう形で行って、でそこで向こうでフットサルのプロリーグがあるっていうのを知って、でかつフットサルの指導者養成学校があるっていうのをこう情報として得て、でそこで また改めてスペインに来てちょっと挑戦してみたいなって思ったのが、きっかけというか、その次のスペイン留学へのきっかけになりました。実際にそれまでのサッカー経験、フットサル経験、それはどうだった？小学生から、ね、小学生からサッカーを始めてて、で、高校、大学ぐらいから友人とフットサルを遊びの中でやり始めてはいました。一通り小学生からずっとやってはいます。それで目的ではなかったけれども、そこに興味を持ったと。そうですね。留学してる中でやってみたいなと思ったのと思うんですが、で、大学卒業して、就職したんでしたっけ？就職はしてないです。契約社員っていう形で少し働いてはいたんですけど、働き始めて、あくまでそれはもうお金を貯めるっていう目的だけで、卒業して、留学から帰ってきてですね、大学4年生の時からお金貯め始めて、卒業して引き続き今2年ぐらい働いてお金貯めて、準備してからっていう形ですね。計画的ですね。そうですね。ね、それでお金を貯めて、1年発起してスペインに行くみたいな状態というのは、もう全部自分でこうなんか段取りした？そうですね。全部、今いろんなこう、会社があって、代理で手続きやってくれたりっていうのはあると思うんですけど、僕の時は全部、一通り全部手続き、ビザ発行から全て自分で、やりました。それはやっぱ大学の時に一回もうスペイン行ってたっていうのがあったんで、それはやっぱ大きかったと思います。で、その頃になった時って、スペイン語のレベルはどのくらいのレベルだった？正直ね、高くないです。そうです。勉強はしてましたけど、そこまで僕は、スペイン語力は高くはなかったですかね。ただ勉強していたんで、ベースの部分はあったかなとは思います。今思えば後悔ですけどね、もうちょっとやっとけばよかったなとは思います、本当に。それでお金を貯めていくって言った時に、どのくらいの時間を、かけてこう向こうで何か得てこようっていう計画だったのか？向こうのとりあえずライセンスを取るっていうことで、
まあ、もちろん一番上は目指してはいたんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱそこにはお金と時間がかかってくるんで、うん、毎年そのコースが開催されるってわけでもないんで、うんうんうん、まあ、入れるだけいるっていう形ですかね。で結局何年いたの？あ、5年弱ですね。お、5年の間は日本にちょくちょく帰ってきてっていう。そうですね、1回ぐらいは帰ってきてましたかね、うんうんうん、でその間のお金っていうのはもう貯めたお金でなんとかなった？いや、ならないですね。貯めたお金であとはもう向こうでこうなんですかね、スペインリーグの日本のワウワウの放送とかがあって、うん、それのこうお手伝いというか情報を向こうの新聞とかテレビ見て情報を集めて日本語でまとめたものを送るっていうののバイト代だったりとか、自分で、指導やらせてもらって、そこでちょっとお金もらって、うんうんうん、で合わせて1ヶ月1人でギリギリ生活できるかなぐらいのお金は稼げてはいたので、うんうんうん、それはどのぐらいのいやあたりから行って2年目ぐらいですかね、うんうん、じゃあとりあえずその5年いたっていう部分のところに関しては働きながらこう指導もして、ライセンスの勉強もしてっていうような生活だった。そうですね、はい、あ、そういえばその時期にちょうど出会ったんだよね。そうですね、最後の方、うん、そうですね、3年目4年目ぐらいですか、うん、ね、はい、まあ高校のね、スペイン遠征で向こうで、あの時はどこで出会ったんだっけ？マドリード、あれ、空港まで行きました、はい、空港まで来たっけ？空港まで行きました、はい、まあ迎えてくれて、あの正直その時の印象は、うん、なんか暗いな、うん、夜でしたからね。あ、まあ夜ねそういう意味じゃないんだけどねなんかこうちょっとこう難しいタイプかなって、うんうん、あのそういうふうに正直、第一印象としては、うん、それで通訳をしてもらうわけだけど、結局向こうの指導者が喋ったことを通訳してくれるわけだけど、うん、結局サッカー、僕サッカーじゃないんで分かんないとこありますみたいなあのことを平気で言われた記憶がある。いや、それは僕記憶ないですね、うん、なんだ最初からそれ布石打つんかいみたいな、でもまあいいやってこう思ったんだけど、うん、でまあスペイン遠征自体が初めてじゃなかったから、僕自身が、ね、何回か行ってる中での何回目かだったので、まあ周りの人たちは私君以外はね、みんな何回目かっていう状態だったんで、まあコミュニケーション的に特に問題はなかったんだけど、こっちで考えてる、まあ8ヶ月もう留学してたってこともあるけど、実際にフットサルを取りに、ライセンスを取りに行ったわけで、行ってみてちょっとなんかこう、もう少しこう準備しておいた方が良かったなとか、こう考えてたことと違うなみたいなところっていうのはどう？もうちょっと、まあ、語学的なところになってしまうんですけど、うんうん、まあ、もう少しこう分かるかなっていうのはあったんですけど、うんうん、まあ、専門的な技術とか戦術とか、うん、そういった話はまあ十分入ってくるんですけど、うん、まあ、授業によってはメディカルだったり、あ、メディカルね、心理学だったりっていうところが入ってくると、うん、もうかなりアップアップにはなってきましたね、うんうんうん、そこはもっと準備してからでもよかったかなとは思いますけど、うんうん、まあ、ちょっと準備するにしてもちょっと難しいかなっていうのはありましたね、うんうんうん、要するにサッカーの専門分野っていうことではなくて、指導者としてとかっていうようなことの分野、 そうですね、うん、そのベースが僕は日本であまりなかったんで、うんうん、その部分は苦労した部分でもありますね、うん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 、まあそれで、実際に向こうでライセンスは何を取ってきたんでしたっけ？ですね、フットサルの指導者ライセンスのレベル2までですね、うんうんうん、レベルはいくつある段階として？まあ、大きく分けて3つですかね。1、2、3、まあ、3が一番上で、うん、まあ、1の下に1個モニトールっ
ていうのがあるんですけど、僕はその真ん中までにした。で、実際そのレベル2まで、行くと何の指導ができるんですか？スペインリーグでいうと2部リーグまでの監督ができる。大人も大人も、はい。で、実際にライセンスを、まあ、取得するにあたってどっかのチームの専属っていうような状態でコーチもしてた。専属ではないですね、アシスタントっていう形と、あとは、まあ、中学校とかの部活のようなところでは、まあ、メインではやらせてもらってたんですけど。中学校の部活があるスペイン？フットサルみたいな、そうです、日本でいう部活ですかね。学校で、フットサルをやる、学校の生徒が。そうですね、放課後、まあ、それでリーグ戦があって、うん、他の学校とかの地域のリーグ戦、学校対抗みたいな。そうです、まあ、結構幅広くやってましたね。フットサルはクラブチーム化されてない？あ、クラブチーム化あります。あ、はい、そこの、アチェスさんとやらせてもらってました。で、帰ってくるっていうのは、まあ、その段階でこうライセンス取れました、まあ、ある程度目標達成したと言って、さあ日本だっていう状態になってきて、日本でこうどういう、こうビジョンで帰ってきたの？まあ、当時日本でようやく F リーグが始まったぐらいで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。